東府中駅は東京都府中市清水川を開庁目にある京王電鉄の駅である京王中央管区所属駅番号は二23京王線と京王競馬場線が乗り入れており競馬場線の起点となっている競馬場線が開業する前は当駅が東京競馬場への最寄り駅となっていた競馬場線開業後も競馬が開催されるときは 乗り換えの拠点として利用者が多い。高畑不動建区の東側が整備される前は、当駅横の踏切から、車両の搬入、搬出を行っていた。相対式、島式ホーム3面4線を有する京城駅。1番線は、競馬場線の2両編成列車専用のホームで、有効長が短い。かつては、地上駅であり、4番線ホームに、北口、 一番線ホームに、南口が直結。三つのホームを、京王八王子、府中競馬正門前よりの地下道で連絡していたが、京王線、井の頭線全駅のバリアフリー化の一環として2011年4月10日より、京上駅舎に切り替えられ、自由通路とエレベーターエスカレーターが設置された。トイレは改札内にある。駅構内には、専門店街、 京王リトナード東府中がある。出店店舗の詳細情報は公式サイト、フロアマップを参照。2020年度の1日平均乗降人員は15,709人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下表の通りである。駅に接した西側は踏切で、競馬場通りが、線路と直角に交差しており、 この道路を北側には、東京都道229号府中調布線、東京都道229号府中調布線バイパス、国道20号を横切っており、突き当たりには、航空自衛隊府中基地が所在する。古くは、駅の北口が競馬場通りに面していたが、後に少し入った品川街道に面するようになる。競馬場通りの南方は、 東京競馬場に突き当たるまで一本堂となっている。商業施設は北口、南口ともに平和通り、競馬場通り沿いに集中しており、南口は競馬場通りの東側歩道がアーケードになっていて商店が密集している一方、西側歩道はスーパーマーケットが中心となっている。アーケードを抜けると、府中清水が、岡郵便局と清水が、岡公会堂がある。 東に入ると小さな公園があり、周辺に小さい商店が集まっているが、その先は府中岳線がある。駅北側は住宅以外の建物が多い。北口にはホテルと自動車教習所、交番やガソリンスタンド、銀行がある。国道20号沿いにはカーディーラーが多く、スーパーマーケットやドラッグストア、ディスカウントショップがある。さらに、 北へ向かうと、ホール、公園、高校、山がある。駅西側踏切脇には花屋、洋食店、ケーキや居酒屋、スーパーマーケットなどの店舗や、司会が営業を行っている。蒸気以外は主に住宅地となっている。東府中駅。ありがとうございます。